動くな。ほう、聞こう。これはお前のものか。はっきり申せ。そうか。持っておけ。役には立たんだろうがな。月読み様、月読み様、そやつは。殺すには及ばぬ。は？なんだ？いえ。それより急げ。あまり時間がないぞ。はあ。しかし。私に意見か？立て。一緒に来てもらう。嫌なら切る。行くぞ。月読み様。案ずるな。抵抗などしても知れている。それに道中退屈しのぎにはなりそうだ。
よし、止まれ。はっ。一緒に来てもらう。弱いな。人前のことを申すな。物持ちさえまともにできないくせに。皆の者、ここで宿を取る。火の支度をせよ。はっ。おい、どこを見ている？ジロジロ見るな。Thank you.
なんだ？モーセ。それがどうした？なんだ？目的地か、うん、もういいぞ。こっちを向いても。足に塗っておけ。疲れが取れる。我々は今、泉に向かっている。そうだ、泉の国の村だ。読みと呼べ。私の名前はつくよみの御事だ。だがつくよみと呼ばれるのを私は好んでいる。お前は？私が名乗ったのだ。お前が名乗らぬは失礼であろう。ふむ、何と呼べばいい？だな。変な名前だ。うん。
にお前に聞きたいことがある。お前はどうやってここに来た？どうした？気がついたらそこにいた、そういうことか。何かの力で飛ばされてか？どうだ？やはり同じだな。そうだな。あの電話機を見た時から感じていた。お前はここの世界の人間ではないとな。お前自身も気づいているはずだ。これまで我々を見ていて思わなかったか？恐怖心や警戒心よりも違和感。それに私に聞く前に推測はできているのではないか。ただそれを受け入れられないだけだろう。あまりに突拍しすぎて。人殺しの集団だからとでも言うのか。ならばお前の世界にこんな格好をした連中が日中歩いているのか。それに こんな古めかしい切れも鈍そうな武器がどこにある。いや、そもそもこんなものを日常持ち歩いている人間がどこにいる。違うな。
さあ、少なくともお前のいた時代ではないな。大声を出すな。部下に気づかれる。いや、少し調子に乗りすぎた。お前の気持ちを考えないでついついからかってしまったな。許せ。信じられない気持ちはわかる。それで取り乱したのもな。だがこれは事実だ。そうだな。悪いが、私は歴史がわからぬ。ただ、言葉は通じるから日本なんだろう。だが、水道、電気、ガス、その他設備や施設、思いつく限り当然のものが全くない。建物、乗り物も全てだ。何より文化がない。過去の世界か、あるいは完全に別世界なのか。食事ができたらしい。降りるぞ。食欲はなくとも明日も歩く。栄養は取っておけ。情けない声を出すな。男だろうが。聞いてもらえるものがいるだけ、お前はずっとマシだ。
落ち着けと言っても無理であろう。今は少し食べて休むがいい。聞いてもらえる者がいるだけ、お前はずっとマシだ。しかし、良いのですか、月読み様。このままあの者を我らに同行させるなどと。くどいぞ、お前たち。あれは私が拾ったのだ。どう扱おうと私の決めることではないか。確かに。しかし今我々は重要な任務にあります。そのような時にかような裏素性の知れぬものを加えても果たしてよいのでしょうか。そうです。しかも戦力になるどころか足手まといとすら思える男。我々が計画の邪魔になるとしか思えません。拉致もない。あれが泉や山隊の患者でないことはさっき証明したであろうが、天津さえあれが戦力？貴様ら、あの泉の奴らを笑い殺す気か。案ずるな。いざとなれば私があれの責任を取る。身柄もお前たちに手を煩わせることはない。冗談ではありません。我らが隼人の守り人戦巫女である月読み様に万一のことがあれば、大王様に何と申し開きます。その通りです。女王イザナミの暗殺が我々の使命、生き残る道。大体あの者の代わりなどいくらでもいましょうが。黙れ。